際薬膳学院の赤堀でございます。本日もどうぞ一日よろしくお願いします。はい、じゃあまずですね、こちらの薬膳検定を作った理由なんですけれども、薬膳を勉強していく中でこう薬膳専門用語に特化したような用語集はないですかってよく言われるようになったんですね。で、私たちは勉強している中ですごくやっぱりその薬膳の専門用語というところにつまずきやすいですね。聞いたことがない言葉とか、なんでわざわざそんな哲学的な言い方をするのかって思うことも多々あります。ですがそれを知ってると、例えば漢字2文字とか漢字4文字っていうところですごく日本語訳すると3行から5行ぐらいにわたるような説明をたった2文字とか4文字で表すことができるっていうのが薬膳専門用語のいいところなんです。でそれを知っておきますと、言葉の意味であったり背景とか、その言葉と言葉のつながりみたいなところを今日はお話ししていきますので、それを知っておくと薬膳学の全体が見えてくるという仕組みでこの薬膳検定を作っています。こちらの検定ではこんな内容が学べます。第1章薬膳の基本問題、第2章薬膳学の用語問題、第3章は薬膳効能の用語問題、第4章は薬膳調理法の問題、第5章は季節の薬膳調理の問題です。第6章が薬膳食材の問題で、第7章が体質別薬膳用語問題になります。薬膳の発祥は3000年前とも言われますし、2000年前とも言われますし、書物によっては数千年前、4000年前、結局いつかはっきりわからないぐらい昔のことっていうことなんです。で、一番統計取って多いのが3000年前なので3000年前と書きました。要するにね、特定できないぐらい大昔のから始まっているというような、中国医学に基づく食養生ということで発祥しました。食事で病気を予防したり、病気の回復をさせたり、薬膳を通じて病気を予防したり健康を保つということを食事でやってたというのが、それこそ何千年も前からやっていたというような理論です。で、最初のスタートは王様の食事を作ってたお医者さんがいたんです。食医と呼ばれました。で、この王の不老長寿と子孫繁栄のために、ある王様がその王様のもともとの持ってる体質とか、そして小さい頃からの体質とか、その時の気候とか、そういったものを全部総合して作った料理、これを薬膳の起源としました。要は2極に分けたんです。2極っていうのは、対極のあなたと私は全く正反対ですよねという対極に分けたんです。これを陰陽と言います。2極なんですけど、常に関わりが深いです。お互い影響し合ってます。あなたと私はまるっきり正反対なんだけど、常に影響し合ってる関係ですよねというようなのを陰陽学説の根本としました。はい、調理法で寒熱の微調整が可能になります。生食を一番左、油で揚げるを一番右に置いて、いつも対極で考えるので、まずやっぱり生食で食べると、よりそのダイレクト、その食材の持つ性質が体に入ってきます。で、油にドボーンとつけて加熱すると、より体を温める調理法です。はい、じゃあ体のほてりを取りたい場合は、食材の食性という部分から良性または寒性を選んでくる。体のほてりを取りたいから、冷やすものから食材をまずは選び出します。で、それを調理法にするときに、やっぱり生食に近い食べさせ方がいいということになりますね。体のほてりを取りたいときは、フレッシュジュース、果物そのまま、サラダ、和え物、こんな感じの生食に近い食べさせ方にしてください。はい、ではハブ茶ですね。ハブ茶っていうのは血明子という種ですよ。ハブ茶って聞いたらほとんどなんか知らない方が多いんだけど、私このお茶めちゃくちゃ日本人にとっていいと思います。炭質貯めてる人が多いでしょ。炭質は人によっては頭に貯めてる人が多くてね、頭に炭質とか貯めてたら結構怖い病気になりやすいんですよ。なんで頭に炭質溜まるんかって言ったら、やっぱり風邪か熱邪で上に引き上げてるよね。ストレス多いってことですよね。やっぱりストレス多い現代人、日本人は湿邪であっても上に引き上げるぐらいストレスあるんやって思います。
ですから上の湿気をお茶で出せるってすごく良くないですか。で皆さんもぜひハブ茶飲んでみてください。これね、血明子、血明子と言います。血明子ね、血明子とはエビス草の種で、いったものはハブ茶として飲まれています。で基本的には体を冷やすから解毒効果が高いです。風邪の発熱時や頭痛の改善、めまいやふらつき、目の充血などの改善、頭部に溜まった湿気を尿で排出できるという、こういう感じで覚えましょう。じゃあ気虚とは元気のエネルギー不足のことですね。症状としては疲れが取れない、これがよく出ます。疲れが取れないというところが出たら気虚ですよって思ってください。では失礼いたします。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。